フィバペイントエリア三3秒ルールとはバスケットボールの用語である。ペイントエリアと呼ばれるコート内の他の区域とは異なった色で塗られている制限区域でオフェンス側のプレイヤーは3秒を超えて留まることはできない。この3秒ルールに違反することはバイオレーションである。もともとは長身選手がバスケット近辺に留まり有利になりすぎることを調整するために作られたルールである。 ゾーンディフェンスが解禁されて以降の NBA ルールではディフェンスプレイヤーにもディフェンス3秒ルールがありテクニカルファウルに準じたペナルティが課せられるバイオレーションによりボールが相手チームに移りフリースローライン延長上のサイドラインからのスローインとなる仮想レーンを含んだ NBA の3秒ルール的奥行きバイオレーションによりボールが相手チームに移り フリースローライン延長上のサイドラインからのスローインとなる。テクニカルファウルに準じたペナルティが課せられるが、コールされたプレイヤーにファウルが記録されることはない。ショットクロックは14秒以上の場合、そのまま保留され、それ以下の場合は14秒にリセットされ、相手チームのフリースロー一等の後、フリースローライン延長上のサイドラインからの、相手チームのスローインで再開される。 ありがとうございます。